J1 でこの選手はすごいなと思った選手いますか？やっぱりイニエスタ選手ですかね。喧嘩しましたけどすぐ仲直りなんかの手を差し伸べてくれましたし、やっぱプレーはすごい超一流というか、まあ、結構年いってるけどすごい技術あるし、ドリブルで人抜けるし、足元の技術はすごいあるなと思いました。僕はイニエスタ選手です。そうですね、僕もイニエスタさんですあんだけ、ね、有名な方が J リーグに来ていただいて、まあ、そのプレーも生で見れたっていうのは、サッカー選手としてとても大きなものだったというふうに思ってます。そうですね、僕はやっぱサンペール選手。サンペール。やっぱなんかすごい親しみやすかったし、なんか何年か前にツイッターでバルセロナのこの選手めちゃくちゃいいなって言ってたのがその選手だったんですよ。そしたら日本に来たっていう、それすごいですよね。はい。でもやっぱ一番すごいなと思ったのはやっぱ藤本選手ですかね。なんか JFL とかやってたらしいですよ、あの選手。はい、でも俺はいつもあいつと連絡取るときはしっかりこの裏切り者がって言ってるから、これからも応援してあげてください。